はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、じゃん、こちらですね、下仁田ネギと一本ネギですね、こちらをですね、ちょっとね、種まきをしていきたいなと思います。このね、ネギはですね、9月頃ね、種をまくことによって来年ですね、4月頃ね、植え替えて、それで夏頃ね、またね、必要だったらね、さらに植え替えをして、そして秋からですね、冬にかけてね、収穫できるというですね、1年以上ね、かけて育てるね、野菜になります。もちろんね、ホームセンターで苗ね、売られているので、苗を購入してやることによって半年ぐらいでね、収穫できたりするんですけれども、僕はね、ちょっとね、この種まきをしてね、1年以上育てて愛着を持ってね、育てていきたいなと思いまして、早速ね、種まきをね、していきたいと思います。はい、このね、種まきでね、しっかりね、育てることによってですね、立派なね、しかもね、無農薬でね、育てていくので、種まきね、するにはですね、そういったね、無農薬で野菜をね、食べられるなっていうね、メリットもありますので、早速ね、やっていきたいなと思います。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。ではですね、早速ちょっとね、種をまいていきたいと思うんですけれども、今日はですね、こちら、こういうね、トレーですね、トレーがあります。このトレーをね、使ってやっていきたいなと思います。はい、128マスですね、のタイプのセルトレーがあります。こちらがですね、一番ね、一般的にね、使われるトレーになるんですけれども、こちらもう一個ですね、細かい200ですね、200マスね、あるものと、あと288マスですね、入るね、さらにね、細かいものがね、あります。ただ、この288のね、デメリットとしてはですね、毎日ね、お水あげないとすぐ乾燥してしまうんですね。というのもですね、一マス一マスに入る土の量がね、少ないですので、その分ですね、蒸発しやすかったりします。なので、初心者の方がやるにはですね、一番ね、手前側の128マスですね、で、できるね、土がたくさん入って、だいたいね、まあ、そんなにお水ですね、頻繁にあげなくても、比較的ね、水分が保てられるものになります。あとはですね、このね、200ですね、が、ちょうどいいのかなと思います。ただね、慣れていないとね、200もね、結構ね、乾燥しやすかったりするので、注意はね、必要かなと思うんですけれども、僕はね、このネギですね、ネギはですね、たくさん育てていきたいなと思いますので、この288と200マスですね、これでネギをですね、種まきをして育てていきたいなと思います。そして一方ね、128マスはですね、玉ねぎですね。玉ねぎそろそろね、種まきシーズンになっていきますが、玉ねぎはね、鉛筆ぐらいの太さにしていく必要があるので、なるべくね、大きいものを使ってやっていきたいなと思います。はい。なのでまあね、今日はですね、ネギということなので、まず200マスですね、のものにですね、土を入れまして、種まきをね、していきたいなと思います。288マスもですね、別でね、ちょっとね、種まきしていこうと思いますが、下ネタ以外でね、200本ですね、育てられるようにしていきたいなと思いますので、こちらでね、やっていきたいなと思います。はい。ではですね、早速、下ネタネギの種ですね、取り出していきたいなと思います。このね、下仁田ネギはですね、ネギのね、王様とね、言われているだけありまして、すごくね、太くてですね、短いタイプになるんですけれども、すごくね、甘くてね、美味しいんですね。去年もね、育てたんですけれども、すごいね、お鍋とかにね、入れてね、いただいて、すごいね、甘くて美味しくね、いただくことができました。あとはね、はい。ではですね、こちらにちょっとね、種をまいていきたいなと思うんですけれども、この土ですね、種まき専用のバイドですね、これを使って、はい、やっていきたいなと思います。一般的なね、土でもね、いいかなと思ったんですけれども、しっかりね、発芽させて丈夫にね、育てていくには、種まき専用のバイドがいいですね。これはね、根っこがね、しっかり育つようになっていて、肥料成分もね、入っているので、順調にね、育ちやすいものになります。そしてこちら、バケツにですね、ちょっとね、土をですね、出していきたいなと思います。最初ね、このトレーにね、そのまま土を入れてもいいんですけれども、できればお水をですね、あらかじめ含ませてあげて、それでやってあげるといいんですね。そうすることによって、土の中にね、均等に水分が入りまして、種まきした時にですね、発芽しやすくなっていきますので、これね、一つね、ポイントになります。お水に濡れていないとこんな感じでサラサラってなってね、すぐ垂れちゃうんですけれども、お水をですね、含んだものの状態ですね、含ませますと、
そうやって握ってみるとちょっとこう固まるんですね。で固まりまして、でも触るとこう砕ける。もう一度、はい、こんな感じで固まります。そして触ると砕けるってですね、こんな感じの土ですね、水気をですね含めてあげると良かったりしますので、はい、しっかりねお水を入れて濡らしていきたいなと思います。あまりねびちょびちょにしすぎてしまうと、まあ取り出して握って水が垂れてしまうと、逆にね水が上げすぎてしまって、ぐちゃぐちゃに、ね、なってしまいますので、できればねさっきのちょっと握って固まるけれども触ると砕けるっていう感じですね。そういうぐらいのイメージでやっていただくといいかなと思います。じゃあしっかりね全体的にお水ですね土に入るようにしっかり混ぜていきます。そして、こちらにねやっていきます。木の板でね使っていってもいいんですけれども、ちょっとね僕そういうのがないので、発泡スチロールですね、そういったものでねやったりとか、あとはビニールシートとかですね、そういったものの上でやると土ですね、土結構下に落ちてしまってもったいなかったりしますので、はい、こんな感じでやると、もう土ですね、こぼれたものもね再度利用して、はい、無駄なくね作ることができます。そしてこのように土をね乗せまして、ちょっとこう空気がね入りやすかったりするので、手でですね少し圧迫しながらですね土をですね入れてあげるといいですね。で結構ね少ないとですね空気が入ってしまって、お水をあげた時にですね土が下に下がってしまって、もうねトレーのね一マス一マスがパラパラにねスカスカになっちゃうんですね。なのでこの時ですね注意が必要です。そしてこのように今ね土が落ちましたので、はい、またね戻しまして、再度ね利用してやっていきたいなと思います。結構ね落ちますよね土ね。そのねセルトレーですね、トレーセルの一つ一つの場所に結構ね穴ですね奥まで開いていますので、はい、ね結構ですね土落ちますのでね、はい、注意をしながらねやっていきます。はい、なんか見ててね楽しいですよね。これ結構ね触って手で触りながらねやってるんですけれども、すごくね気持ちいいです。土も塊が全然なくてふわふわな状態になっているので、はい、なんかすごいね癒されるなーっていうね印象がありますね。この特にね端っこの部分ですね、端っこの部分土がね少なくて、ブカブカにねなりやすかったり隙間ができやすかったりするんですけれども、しっかりね横の部分まで、土が入るようにですね、はい、このようにちょっと圧迫をしながらですねやっていくといいかなと思います。そしてまたね土が落ちましたので、戻していきたいなと思います。こちらね128マスになりますが、このようにね穴ですね一つ一つにね入って、ここからね根っこがね出てくるっていうね感じになります。はい、ではですね今ね土を入れましたので、この場所にですねちょっとね種を、はい、撒いていきたいなと思います。穴ですねこんな風に指でですねちょっとね開けていきます。2本ぐらいですね、2枚このトレイをですね2枚もし購入されている方がいたらですね、これにこうやってかぶせる感じですね、こうやってかぶせることによって同じサイズの穴が開きますので、たくさんね育てる方はですね2枚ですね、はい、買ってやるとこういう穴開けのね手間が省けるかなと思います。でもねこうやって1個ずつね穴を開けていくと愛情もですね込めてね育てられますのでね、いいなって思います。結構200だからねたくさん育てられますよね。じゃあ今日は下仁田ネギですねを種をね撒いていきたいなと思います。種ねちょっとね取っていきます。じゃあ種をですねちょっとね開けていきます。はい、出しますとこういう感じのね黒いですね種ですねが出てきます。これを、ね、植えていくっていうね感じですね。じゃあ1個ずつね全部ね植えていきます。なかなか気の遠くなるね作業かなと思いますけれども、こうやってでもね種まいてると無心になってねまくことができて楽しいです。そして、元気にね育ってねってね愛情もね込めてね育ててられそうですね。こうやって指をねひねるようにしながら、
やっていくと結構ね綺麗に種がね落ちていきます。できる限りね1マスで1個ですね種を入れられるようにねしていきます。はい、種ねまくことがねできました。こちら全部ですね種をまけました。ではですねこの上にですね土をパラパラパラってね薄くかけていきます。ネギはですねそこまでね土をねかけなくても発芽して育っていきますのでパラパラパラっとねかけていきますね。あとですねもしあればでいいんですけれどもよくね100均とかにもねあるんですがバーミキューライトですね、そういったものをちょっとねまぶしてあげると、バーミキューライトはですね土のね水分をですね吸収しやすくなるんですね。なのでそういうね水分を吸収して発芽率がですね良くなったりねしますのでそういった意味でもですねはい、バーミキューライトとかねかけていくとねいいのかなと思います。ただねでもねこうそういうのないよという方はですね、このようにね僕と同じように土ですね今ね使った種まき専用のバイドですねこれを使って土をね乗せていくとねいいかなと思います。じゃあこの上でね入れていきます。はい、じゃあパラパラパラーとやりましたので均等に土が入るように再び平らにしていきます。はい、こんな感じですね、できました。そして最後にお水ですね、お水をたっぷりとですね優しくシャワーでねかけていきます。はい、じゃーっとねかけていきます。このねお水を吸収して種がですね発芽していきますので、はい、こんな感じですね、できました。はい、そしてですね何をね植えたか分かるようにですねちょっとねここに、印をねつけておきましょう。ここ今日が9月の13日下仁田ネギということでこんな感じでね書いておきます。そしてこれねつけましたら、はい、こちらにね刺しておきたいと思います。これでね印になりますので、はい、元気よくね育っていくかなと思います。あとですねこれはトレーですね、トレーにですねちょっとねこれ持ち上げるとふにゃふにゃねしてしまいますのでトレーに入れてそれで持ち運んだりしてやっていきたいなと思います。はい、こういったねトレーがあります。このトレーンに、これをですねちょっとね乗せていきたいなと思います。こんな感じで、よくね稲作とかでね使われましてカインズフォームとかでですねこれね売られていました。こうやるとぴったしですねサイズが合うので持ち運ぶときですねこうやって持っていけばですね簡単にこうぐにゃぐにゃぐにゃってねしないでできますので、はい、おすすめになります。じゃあこれはちょっとねベランダに持って行ってお水のね管理をしながらねやっていきたいなと思います。ちなみにねちょっとね車に乗せてお家にね運んでいきたいなと思います。こんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じでですね種ね無事まくことができました。ね、これでどんどんですね、はい、成長して、まあ、2、3日ぐらいねしたらですね今日は9月の13日に、ね、なりますけれども芽が出てきてねどんどん大きくなっていくかなと思います。はい、そしてねどんどんね芽が出てきたらですねちょっとねまたね、水やりしたりとかですねあとちょっとカットねしてどんどんね茎をですね太くしてあげるんですね。そして太くしてある程度大きくなったら畑に植え付けるっていう形でねやっていきたいなと思います。またね今後ねどんな風に成長していくんだろうなというのもですねチャンネル登録と通知ボタンを押しておいていただけるとそういった情報もですねあなたの元に届きますのでよければねよろしくお願いします。はい、またね質問とかありましたらですねこちらのチャンネルでもお答えしていますのでそちらもねよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。